はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はバンダイの SH モンスターアーツシリーズから SH モンスターアーツヘドラ50周年特別記念セット、こちらを紹介したいと思います。こちらがですね、バンダイから展開されております SH モンスターアーツという怪獣系の稼働フィギュアシリーズ、要は SH フィギュアーツの怪獣版みたいなシリーズですね、があるんですけども、その中の一体でございます。特撮映画であるゴジラ対ヘドラに登場した公害怪獣ヘドラを SH モンスターアーツとして稼働フィギュア化したものになります。で、商品名がヘドラ50周年特別記念セットとなっているんですけど、そう、これセット商品なんですよね。商品名の通り、この商品の内容物はこのヘドラ成長期本体だけではなく、いろいろなものがセットになった豪華仕様の商品となっております。それではフィギュアの方を見ていきたいと思います。フィギュアの見た目はこんな感じです。 SH モンスターアーツのヘドラ成長期、回ります回ります。はい、バンダイの出したヘドラの立体物といえば、ちょっと前にムービーモンスターシリーズというソフビシリーズでヘドラが出ていたんですけど、今回のヘドラはモンスターアーツということで稼働するフィギュアなんですよね。で、稼働する都合上、いろいろなパーツがしっかりと分割されていて、全身のひだ状のパーツも一体成形ではなく複数のパーツに分割されて、それらが重なっている状態になっておりますので、やっぱり立体感がありますよね。あと造形や塗装に関しても装備の時よりシャープに造形されてますし、重厚感のある塗装になっております。そういったパーツの重なり方とか塗装の重厚感とかが相まって、かなりボリューム感のあるフィギュアになっていると思います。はい、というわけで SH モンスターズのヘドラ成長期の見た目はこんな感じでございました。それじゃ細かい部分見ていきたいと思います。まずはお顔ですね。 SH モンスターズのヘドラ成長期のお顔はこんな感じになっております。はい、めっちゃいい出来だと思います。目はクリア成形で、その上から塗装が施されていて雰囲気抜群ですね。で、頭頂部のこのひびもシャープに造形されております。あとこの全身のひだ、先ほども言ったんですけど、これらのひだは装備の時みたいな一体成形ではなくて、稼働させるためにね、複数のパーツに分割されていて、それらが重なり合っている状態なので、やっぱり立体感がありますし、このパーツの重なりからくる見た目のボリューム感もすごいですよね。で、実際このモンスターズのヘドラかなり重たいです。これ樹脂の塊みたいなフィギュアですので、物理的な意味でもかなりのボリュームですね。なので、こう手に持った時にもずっしりとくる感じの満足感があると思います。で、このモンスターズのヘドラは全身メタリックグレーで塗装されているんですけど、装備の時みたいなギラギラした感じの光沢感のあるメタリックではなくて、かなりね、落ち着いた感じのマットな感じのメタリックグレーになっております。このあたりの色調とか質感は人によっては好みが分かれるかもしれないですね。はい、腕の裏側もね、しっかりと塗装されております。で、背中ですね。はい、ヘドラの独特しい模様がこう塗装でね、しっかりと再現されております。装備の時はね、これぼかし塗装で処理されがちなんですけど、このモンスターズはかなりはっきりと模様が入ってますね。そして長い尻尾、先端に至るまでしっかりと造形されております。これ尻尾はね、モンスターズらしくいくつかのパーツに分割されているんですけど、ヘドラのフィギュアで尻尾がこんな風に分割されているのって結構新鮮ですよね。はい、というわけで SH モンスターズヘドラ成長期の細かい部分はこんな感じでございました。続きまして稼働の方を見ていきたいと思います。モンスターズのフィギュアは基本的に全ての関節がボールジョイントで接続されているんですけど、このヘドラも全身ボールジョイントで稼働するようになっております。で、まずは頭部の稼働ですね。頭部はこんな感じでグリグリと稼働します。左右方向も特に問題なく向くことができます。で、上を向くのはこれくらい、下を向くのはこれぐらいまで動かすことができます。上を向くときに後頭部のこのパーツが稼働することによって稼働範囲が確保されるようになってますね。続いて腕周りの稼働ですね。腕は複数のパーツに分割されていて、それらが全てボールジョイントで接続されております。こんな感じでグリグリと稼働させることができます。で、腕は付け根にあるこのひだ状のパーツ、これも根元がボールジョイントで接続されていて、このひだ状のパーツが独立して稼働するようになってますね。胴体の稼働ですね。胴体左右方向特に問題なく振ることができます。
で前後方向にも多少稼働する感じになってますね。足回りの稼働ですね。足は胴体から垂直にボールジョイントで接続されておりますので、そこまで大きく足を上げたりすることはできないんですけど、ヘドラのフィギュアでここまで足が稼働するのはかなりのものではないでしょうか。それから腰のこのひだ状のパーツは根元がボールジョイント接続されていて、このひだ状のパーツ単独で稼働するようになっております。最後に尻尾の稼働ですね。尻尾は複数のパーツに分割されていて、それぞれがボールジョイントで接続されているいつものモンスターアーツの尻尾っていう感じの構造になっております。はい、以上が SH モンスターアーツのヘドラの稼働でございました。稼働範囲自体はそこまで広いわけではないですけど、この見た目にしては結構よく動くと思います。稼働をうまく使うことでこんな風に大きく体をひねってこちらを振り返るヘドラだとか、前傾姿勢で相手に迫っていくヘドラだとか、相手にキックをかますヘドラなんかも堪能することができます。付属品の方を見ていきたいと思います。付属品としてヘドラ水中生息機とヘドラ飛行機、ヘドラ水中生息機用の台座一式とヘドラ水中生息機用の水中台座、それからヘドラ飛行機用の台座一式が付属します。ヘドラ水中生息機の見た目はこんな感じです。これは完全にポーズ固定のフィギュアで可動箇所とかは一切ないですね。成長期のヘドラと同じく目はクリア成形になっていて、その上から塗装が施されております。あとよく見るとこの辺りに小さい腕みたいな造形があってちょっと可愛いですよね。水中生息機のヘドラは水中生息機用の台座を使うことでこんな感じでディスプレイすることができるようになっております。あとこの水中生息機のヘドラはこの部分で分割できるようになっているんですけど、分割した後の頭部を水中生息機用の水中台座にはめ込むことでこんな風に水面から顔を出した状態のヘドラを再現することができるようになっております。でこの水中台座もクリア素材にメタリック塗装が施されていてかなり綺麗な仕上がりになっております。ヘドラ飛行機の見た目はこんな感じです。飛行機のヘドラも目はクリア成形でその上から塗装が施されております。あとお腹の部分はこんな風になっております。なんかカブトガニみたいな感じですよね。でこの飛行機も水中生息機と同じく可動箇所のないポーズ固定のフィギュアなんですけど、この飛行機はとにかくサイズがめちゃくちゃでかいです。さらにこれ樹脂の塊みたいな重さしててめちゃくちゃ重たいですね。なんかね、正直これサイズ的にも台座を使って浮かせてディスプレイするっていう意味でも中身空洞で結構軽いんだろうなって思ってたんですけど、実物はめちゃくちゃ重たくてちょっとびっくりしましたね。飛行機のヘドラも専用の台座を使うことでこんな風にディスプレイすることができます。ただ先ほども言った通り飛行機のヘドラはめちゃくちゃ重たいので、この状態でずっと置いておくと台座にかなりの負担がかかると思います。説明書にも本体が重いため長時間のディスプレイはお避けくださいって書いてありますので、まあ、長時間のディスプレイは避けた方がいいと思います。フィギュアのサイズ見ていきたいと思います。比較対象としてだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア、 SH フィギュアーツのボディ君と一緒に並べるとこんな感じになります。手持ちのゴジラのモンスターアーツの中でヘドラと一番年代が近いゴジラとして SH モンスターアーツの1964年版ゴジラと一緒に並べるとこんな感じです。2006年版のムービーモンスターシリーズのヘドラと比較するとこんな感じです。2022年版のムービーモンスターシリーズのヘドラと比較するとこんな感じです。そして1993年版の硬質ソフビのヘドラと比較するとこんな感じです。はい、というわけでバンダイの SH モンスターツシリーズから SH モンスターツヘドラ50周年特別記念セット紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。待望の稼働するヘドラのフィギュアということでめちゃくちゃ期待してたんですけど、期待以上の出来でしたね。ヘドラの稼働するフィギュアっていう時点でもうめちゃくちゃありがたいんですけど、造形も塗装も非常にクオリティ高くて、さらに水中生息機と飛行機のヘドラまでセットになっていて、もうめちゃくちゃ満足度の高いアイテムだったと思います。ただ正直このヘドラ50周年特別記念セット、お値段の方もめちゃくちゃ高くて、お値段なんと税込み 19,800 円というモンスターズの中でもかなりの高額商品だったんですよね。
だから人によっては水中生息機と飛行機はセットじゃなくてもいいからヘドラ成長機単体で売ってほしいと思った方も、まあ、結構いるんじゃないかと思うんですよね。実際僕も受注開始された時点では買うかどうか結構迷ったんですけど、まあ、でもモンスターアーツでヘドラが商品化されるのってヘドラ50周年記念みたいな理由でもないとなかなか難しいと思いますし、この機会を逃したら生きてるうちに再び手に入るかなんてわかんないし、あと50周年記念みたいな機会がないと商品化できなさそうなアイテムなら、じゃあそのワンチャンスに全力投球しようぜっていう感じの熱意は、まあ、十分にね伝わってくる仕様だったのは事実なので、それに物自体のクオリティもすごく良かったので、まあ、実物が届いて触ってみた後で振り返って考えれば確かにお値段は高かったけど、まあ、でもこれはこれで良かったなっていうそんな気持ちになることができました。はい、良かったです。ありがとうございました。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。